シンプル、メールトランスファープロトコル、または簡易メール転送プロトコルは、インターネットで、電子メールを転送するプロトコルである。通常ボート番号25を利用する。転送先のサーバーを特定するために、DNS の MX レコードが使われる。RFC5321 で標準化されている。SMTP は IETF において標準化された。 メール転送のためのプロトコルである。1980年9月にメール転送プロトコルという名称のプロトコルが RFC772 において提案され、2回の改定を経て1982年8月に簡易メール転送プロトコルという名称で RFC821STD0010 として標準になった。その後二千一年四月に SMTP は他の RFC の内容も合わせて改定され RFC2821 として提案標準になった RFC821 から約20年を経て改定版が発行されたのは主にインターネットの普及に伴って様々なメール拡張機能が実装されそれらを支える部分を整理する必要があったからであるサーバー外からの攻撃や IPv6 のアドレスにも対応できるよう、また SPF、ドキムなどにも対応すべく2008年10月に再度改定された。SMTP はメールサーバー間の転送だけでなく、電子メールクライアントからメールサーバーにメールを送信するときにも使われる。この二つをもともとは区別していなかったが、スパムなどを防ぐために現在では配送と提出として分けて考え、 メール配送の通信では、ポート番号25をそのまま使うが、メール提出では、ポート番号587で認証を必須とし、暗号化する場合が多い。ポート番号25に接続しようとしても、ほとんどのインターネットサービスプロバイダーがブロックしている。また、ポート番号587や TLS で暗号化した場合のポート番号465を、サブミッションポートという。 SMTP は本来テキストベースのプロトコルであり、すべての要求、応答メッセージや、メールデータが7ビットアスキーでなければならないという制限があったが、英語以外の言語やバイナリファイルを扱う需要があった。そのため、電子メールにマイムという規格が作られ、SMTP 自体にも8ビットで伝送する拡張が標準化された。SMTP においては、 サーバとクライアントの役割が明確に分離されている。RFC5321 によれば、それらは数のように記述される。SMTP ではクライアントがサーバに接続すると、直ちにサーバマイナスクライアント間に SMTP セッションが確立され、その後、両者の間で FTP のような対話型で、コマンドや、それに対する応答やメールがやり取りされる。 セッションの終了のためには、クイットコマンドが使用されるが、この点においても、FTP との同様である。コマンドは、色、ヘロ、メール、RCPT、データ、ルセット、ヌプ、クイット、ビフィなどで、空白で区切られた引数が一つまたは、複数続く場合がある。標準のコマンドでは、すべて4文字アスキーである。 応答は3桁の応答コードで同様に引数が続く場合がある。また、人間が読むための応答コードに対応する文字列が続く場合があるが、SMTP クライアントは応答コードのみによって動作を決定しなければならない。メールデータは CRLF で一行が CRLF を含め1000バイトを超えないように、区切られる。また、コマンドと引数は、メールアドレスのアットより、前のローカルパートを除き、大文字小文字は区別されない。応答が複数行になる場合は、以下のように、最終行以外は3桁の応答コードの直後に、ハイフンをつけ、テキストを続ける。最終行は3桁の応答コードの直後にスペースを、つけ、 テキストを続ける。250、ファーストライン。250、セカンドライン。250から234テキスト、ビギニングウィズナンバーズ。250ザラストライン。各個の応答コードは同じでなければならない。SMTP においては、トランスポートプロトコルとして通常 TCP が使用されるが、それに限定されることはない。色、または、ヘロコマンドは、 smtp サーバーに smtp クライアントのドメイン名を知らせる。クライアントは色コマンドを使うべきだが古いサーバーは色コマンドに対応せずエラーを返す。その場合はヘロコマンドを使用しても良い。完全就職ドメイン名を引数に取る。メールコマンドは電子メールを smtp サーバーへ送る一連のメールトランザクションを開始する。引数に from エラーを報告するのに使用される送信元、メールアドレスを取る。rcpt コマンドは、電子メールの宛先を指定する。宛先が、複数の場合は、複数回コマンドを実行する。引数に to、宛先メールアドレスを取る。データコマンドは、メールデータを、smtp サーバに渡す。引数は許されず、 データコマンドの直後に開業し、メールデータを何行か続ける。のみの行が現れたら、メールデータの終了を示し、メールトランザクションも終了する。元のデータにピリオドのみの行があっても正しく、動作するように、行の先頭がピリオドであれば、追加で行頭にピリオドを付加し、SMTP サーバーは受け取ったら取り除く。また、 メールトランザクションは、メール、rcpt、データの順で実行されなければならない。クイットコマンドは、接続を終了する。クライアントが、クイットコマンドを送信したら、サーバーは応答コード221を返し接続を閉じる。引数は許されない。ルセットコマンドは、現在のメールトランザクションを中止する。引数は許されない。 ヌープコマンドは何もしない。SMTP サーバーは必ず 250OK、OK、を返す。引数があっても無視される。ヘルプコマンドはヘルプを表示する。引数に対応するかはソフトウェアによる。その他、ビフィ、エクスプンコマンドがあるが、スパマーに利用されるため現在では、ほとんどの場合利用不可とし252を返すか、認証されたユーザーのみ利用できるようにしている。 ビフィ、エクスプン、ヘルプ、ヌプ、ルセット、クイットコマンドはいつ実行されても良い。ヘルプとエクスプンコマンドへの対応は任意であり、実装されていないこともある。200番台は、成功を表す。300番台は、コマンドは、受け入れられたが追加の情報を待っていることを表す。データコマンドへの応答に354が使われる。 400番台は一時的エラーを表す。500番台は永続的エラーを表す。bobexample.com から alicefoo.com へメールを送る場合。クライアントがサーバーへの接続を開く。s220foo.com へスマットプポストフィックス、挨拶応答。サーバーが foo.com であることを示す。c ehloexample.com クライアントが example.com であることを示す。s 2 5 l f o o c o m g r e e t s e x a m p l e c o m c メール l f r o m b o b e x a m p l e c o m 送信元 s.250 OK c.rcpt2-alicefoo.com 宛先 s.250 OK C, データ .S, 354エンドデータウィズ CR CR .C, R, L, F.C, R, L, F.C, フロムボブイグザンプルボブエグザンプル .com メールデータの開始。C, ツー、アリスイグザンプルアリスフード,ドットコム。C, デートトゥエ15ヤン2086時2分43秒マイナス0500。C, サブジェクトテストメッセージ。 c c ハローアリス。シー、ディスイズ、A テストメッセージウィズ4ヘッダーフィールズアンド4ラインズインザメッセージボディ。c ユアフレンド。c ボブ。c メールデータの終了。S、250OK、OK.。c クイット。S、221倍。サーバーが接続を閉じる。SMTP サーバーは、 データコマンドで、メールデータを渡され、メールトランザクションが終了したら、必ず先頭にレシーブドヘッダーフィールドを追加しなければ、ならない。すでにレシーブド行があっても、書き換えたり削除したり順番を変えたりしてはならない。レシーブドヘッダーフィールドはレシーブド。フロムドメイン名。by ドメイン名。ビアトランスポートプロトコル。ウィズ h a smart op.id RFC5322 のメッセージ ID4 メールアドレス日時の情報で構成されるここでは開業しているが実際は開業ではなくスペースで区切られるフロム説は色コマンドで示された送信元ドメイン名と TCP 接続から判明する送信元の IP アドレスと両方を含むべきであるビア、ウィズ、ID 4ォは任意である。また、SMTP サーバーは、メールの最終配送を行う場合、先頭に、リターン、パスヘッダフィールドを追加しなければならない。リターン、パスヘッダフィールドは、メールコマンドの、送信元メールアドレスを挿入する。SMTP 環境から出ていくとき、SMTP の送信元メールアドレス情報が、失われないようにするためである。 このエラーを報告するのに使用される送信元メールアドレスは実際の送信者のメールアドレスと異なることも可能である。RFC では SMTP 実装はメーリングリストとエイリアスをサポートすべきとされている。エイリアスとはメールアドレスの別名で本当のメールアドレスに置換してから処理される。メーリングリストとは複数のメールアドレスを指す。 擬似的なメールアドレスで設定されている複数のメールアドレスに展開されて届けられる。SMTP 拡張としては以下のようなものがある。8ビットで配送を行うことを可能にする拡張。行は CRLF で1000オクテットを超えないように区切られ、ドットのみの行でデータの終わりを示す点は変わらないため、バイナリの配送を可能にするものではなく、 8ビット文字コードを意図したものである。チャンキング拡張はデータコマンドの代わりにブダットコマンドを使う。引数にオクテットサイズを取り、その後送られたデータをその長さだけ受け入れる。そのためドットのみの行で終わりを示す必要はない。また、複数回のブダットコマンドに分けることも可能である。その時のために、ブダットコマンドの2つ目の引数に、 ラストを指定したら、今回でデータの送信が終了することを示す。バイナリマイム拡張は、バイナリの配送を可能にする拡張。チャンキング拡張と合わせて使用した時にのみ使うことができる。巨大なメールデータをサーバーに送っているとき、SMTP サーバー側の制限を超えてから失敗を応答されるのは、回線、時間、リソースの無駄であるため、 実際にデータを送る前にクライアント側がサーバーのサイズ制限を知ることができるようにする拡張。宛先が複数ある時などに毎回応答を待ってから次のコマンドを送信するのは時間がかかるため連続してコマンドを送信するための拡張。前述の SMTP 標準にはユーザー認証機構が含まれていないが インターネットの普及に伴って、その必要に迫られたため制すせるメカニズムを利用した認証機構が RFC2554 SMTP サービスエクステンションフォーオーセンティケーションとして標準化された。この標準の最新文書は RFC4954 である。SMTPOS 標準改善に普及したユーザー制限方法。メール送信する前に メール受信を要求するため、こう呼ばれる。RFC2476 メッセージサブミッションにおいて、クライアントを制限する方法の一つに挙げられたもの。SMTP の暗号化には、FTP などの他のテキストベースプロトコルと同様に、途中から暗号化を開始する、スタータルズと、最初から暗号化する、SMTPS の2種類がある。 smtps の場合は、ポート番号を同じにはできないため、465を使う。jb ポステル著、シンプル、メールトランスファープロトコルハット j クレンシン編、シンプル、メールトランスファープロトコルハット j クレンシン編、シンプル、メールトランスファープロトコルハット、動作を確認した、smtp 認証、サブミッションポート対応メールソフト一覧。 2019年8月12日閲覧。ありがとうございます。